総合格闘家。パラナ州クリチバ出身。シュートボクセアカデミー所属。元インビクタ FC 世界フライ級王者。UFC 世界女子フライ級ランキング4位。15歳の時から無タイのトレーニングを始め、2008年3月29日にプロボクシングデビュー。ボクシングで3戦3勝の戦績を残し、2009年12月5日にプロ総合格闘技デビュー。 2010年11月20日、パワーファイトエクストリーム4で、カリンドラファリアと対戦し、判定ドロー。2011年10月28日、組手 MMA コンバテで、バネッサポルトと対戦し、ニアールに腕ひしぎ十字固めで一本負け、キャリア初黒星を喫した。2012年12月15日、サムライ FC 級で、ジェシカ・アンドラージと対戦し、 3から0の判定勝ち。2013年4月5日、インビクタ FC5 でゾイラ・フラウストと対戦し、3から0の判定勝ち。インビクタ FC 王座獲得2016年3月11日、インビクタ FC16 のインビクタ FC 世界フライ級暫定王座決定戦で、バネス・サポルトと再戦し、3から0の判定勝ち。 約4年半越しのリベンジを果たすとともに、王座獲得に成功した。その後同級王座を保持していた、バーブ・ホン・チャックの UFC 参戦に伴い、正規王者に認定された。2016年9月23日、インビクタ FC19 のインビクタ、FC 世界フライ級タイトルマッチで挑戦者の63、モダ・フェリと対戦し、2から1の判定勝ちを収め、 王座の初防衛に成功した。2017年12月8日、インビクタ FC26 のインビクタ FC 世界フライ級タイトルマッチで挑戦者のアグニシュカ・ニエーズビッチと対戦し、3から0の判定勝ちを収め、2度目の王座防衛に成功した。2018年7月14日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、ドス、サントス VS、イワノフで 女子フライ級ランキング4位のリズ・カムーシュと対戦し、0から3の判定負け。2019年3月23日、UFC ファイトナイト、トンプソン VS、ペティスで女子フライ級ランキング5位のアレクシス・デイビスと対戦し、3から0の判定勝ち。2019年7月20日、UFC オン・ ESPN4 で女子フライ級ランキング5位の63モダフェリと対戦し、 3から0の判定勝ち。マイヤーは前日計量でフライ級の規定体重を3ポンドオーバーしたため、ファイトマネーの30%が没収され、129ポンドのキャッチウェイトで試合が行われた。2019年11月2日、UFC244 で女子フライ級ランキング1位のケイトリンチュケイギアンと対戦し、判定負け。2020年8月1日、 UFC ファイトナイトブランソン VS シャベジアンで女子フライ級ランキング3位のジョアン・コールダウッドと対戦し腕ひしぎ十字固めで一本勝ちパフォーマンスオブザナイトを受賞した2020年11月21日 UFC255 の UFC 世界女子フライ級タイトルマッチで王者バレンティーナ・シェフチェンコに挑戦し0から3の 5R 判定負け 王座獲得に失敗した。2021年7月10日、UFC264 で女子フライ級ランキング7位のジェシカアイと対戦し、3から0の判定勝ち。ありがとうございます。